おかしいな。今月は株取引と FX で税引き前4万7000円、税引き後3万8000円儲かってるはずなのに、ポケットにあるお金は、現金的なものは、夏目先生が3枚しかない。あれ、今月はなんとかこれでしのぐしかないな。とりあえずラーメン食いようか。損切り簡単、利確はむずい。B 方式です。5月も中盤を超えて、そろそろ今年最大のイベントが近づいてきております。え、パリのオリンピック、NVIDIA の決算。アメリカ市場が開いてへんから今は売られへんけど、今日売ったらまあ12万プラス12万、 NISA で買ってるから税引きなし、まるまる12万。普通なら利確してるわ。ただやっぱ今季最大のイベントなんで、 NVIDIA ピック今年の夏のバカンスの予算はこれにかかってるわけですよ。私はこれは買い目線で入ってる、いい方にかけてる。いいと出たらプラス25万や、今から10万プラス。悪かったらマイナス25万や。まあどう考えても今売った方がいい普通に考えたら。でも祭りには参加したい、お祭りには参加したいです。古来よりの NVIDIA ユーザーなので、ね、そうそう、自作パソコン歴が長いからさ、15年以上だから、昔から今はグラボとは言わんか、ビデオカードグラボだ、グラボは NVIDIA、 嘘です、レイディオンを使っていたAMD のレイディオンを昔は使ってたけど、5月のこの晴れたのどかな日に、歴史のあるこの西国街道を走りながら NVIDIA の株価を売れる一人の男、なんて素敵なんだ、素敵かいやマジでパッと思いついたけど、 NVIDIA ショックとかやめてよ嫌な言葉思いついてしまった我ながら、口に出すとこれ現実になるからね。言霊といってね、声に出したものは力になるんです。そう、夢のバブルを弾く魔法、みんなで唱えよう、 NVIDIA ショック。やめるやめる、やめてください、マジでそんなこと。 NVIDIA ショック、ショックス、ショックはサスペンションだけでいいよ。そうならないために、そうならないために、まあこれでマイナスになったところでがっつり行かれても多分なマイナスにはならへんね。そのために他のポジションでちょっとプラスポジションを置いてんねん。最悪トントンやな。まあ下がって25だからギリですね、許容範囲です。祭りに参加しなければ12万プラス、どう考えても今売った方がいい、どう考えても今売った方がいいけど、いや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 、それだと動画的に面白くないんで、動画的に面白くないでしょ。1週間後俺が無口やったらもうあんまり何も聞かんとねちょうど1週間ぐらい、1週間後無口やったら何も聞かんといてね、察してください。22日以降の動画でなんか元気ないなだからこの人元気ないなって思ったらちょっとね、察してください。その時にはもうみんな NVIDIA ショックなんで、みんな一斉に損してるはずやねでも景気後退です、リセッションですね。もう利下げが始まり、もう円高になって、トヨタとかも株価が暴落、はあ終了ああってそうならないためにちょっとお祈りいっとこうか。高槻に天満宮があるね、天満宮やから学問の神様やないか全然関係ない株に効果あるかは知らん、まあ言っとこう。いや株も勉強ですから、ね、勉強代いりませんか、もう勉強代ですよこれ。勉強代言うたら何でも許されますから。左折するとすぐ鳥居、目の前が天満宮だここで合ってんのかな、天満宮でええんか、株価の
上昇気温すっごい下がる。これを一気に駆け上がれれば株価も駆け上がるんじゃないでいく。厄払い、行くぞ。よっしゃ、いけるやろ、いけるやろ、上がれるやろ。無理やった。厄払いまですら届かん。着いた。神ゴッド、こういう押し歩きはマウンテンバイクの時だけにしてくださいよ。天満宮静かやな。安山とか書いてあるけど逆行成就。まあそうそう、株価上昇とか書いてない、どこにも。お祈りトレーダー代表として NVIDIA の株価上昇を祈願しましょう。株上がりますように。いや違うわ、 NVIDIA のナスダックに上場してるからね。英語で言わんだからね。 Please up to moon NVIDIA stocks。 あんな風にちょげるんやったらお寄りせん方がマシや。お参りせん方がマシやな気もする。間違ってる。 Please up to moon up to moon 爆上げして NVIDIA stocks NVIDIA 株NVIDIA。 お参りしてるうちに1時過ぎたんで、高槻駅前まで行ってラーメン食いに行こうか。下りは一瞬、上りじわじわ下りは一瞬。株価と一緒やね。ラーメン屋やってるよな、そこ。2年ぶりぐらいかな、ありえず。基本的に昼しかやってない。昨日は夜営業待ってましたね。あ、限定は完売。受け飯も行くか。うまそう、醤油ラーメン。いただきます。うまい。2回目食べに行ってもやっぱり美味しかったわ。スープはうまい、醤油の出汁が素晴らしく美味しい。たまに1回目すごくうまかったんで2回目行ったらあれって思う時があるけど、多分1回目行った時腹減ってたよな。すごい腹減ってて相対的にうまく感じたんだろう。美味しかった。はい、おっしゃ、これで今月はあと2000円しか使えない。帰ってくる途中に牛乳買おうと思って1軒目のスーパー万代に入ったら牛乳208円。198円じゃないのか。牛乳の確認は厳しいからな俺。そこから2キロ離れた紅葉まで行って198円でゲット。なのに12万円の利確はためらうというね、もう訳が分かりませんね。頼むから NVIDIA ショック起きないでくれ。ほなまた。いやほんまな、12万利確して信用に入れて NTT を空売りしたいねんけどな。